株式会社、丸和運輸機関は、埼玉県吉川市の東埼玉テクノポリス内に本社を置く物流業者、東京証券取引所の第一部に上場している。社名の丸和は、わさみまさるの野号である、丸と名字の一字である和から付けられた。また、社名に機関を付けた会社は、上場会社では丸和運輸機関のみであるが、これは業界の中心。 成長のエンジンとして躍進する志を込めた命名とされている。サービス名称としては桃太郎便である。そのためトラックには桃太郎のイラストが描かれている。常温物流、食品物流、医療、医薬物流を三本柱としている。新卒教育に力を入れ、社内にマルワロジスティックス大学を併設して、協力会社を含めた社員の教育を行っている。 流通業出身である経験を生かし、スーパーマーケットやドラッグストアを主要な荷主としており、特にネットスーパーの個人宅配業務については、全国的にもトップクラスの実績を誇る。中小の物流会社を支援するシステムとして、AG コムルは支援ネットワークを発足させ、これにより、車両、燃料等の物品共同購買、集荷収車支援、 支払いサイトの短縮等を行い、中小物流会社と共に成長を目指す方針を表明している。初代社長、わさみまさるは結核にかかった母の治療のため中学、卒業後生花店で修行し、19歳で独立、千葉県奈良市の市で生花の加害業を営んでいた。しかし1970年に、わさみが連帯保証人となったことにより、全財産を失いを、 生花店を廃業した際、残ったトラック1台で運送業を開始したのが創業とされる。数年後には100台以上のトラックを抱えるようになり、また後には物流の一部業務を受け負うことも行うようになった。その後1990年の物流日報を、1992年の物流効率加速新法の成立に伴い、物流業に本格的に進出。 物流センターの運営も受け負う、物流フルライン一括システムを開発。その頃、拡大戦略を取っていた松本清と連携し、松本清の実社物流化を図るとともに、予託在庫化を行いコストを削減した。1993年には、関西の地場運送会社を買収、進出し、1995年には、市が、 1997年には京都の西京と提携し、2003年には両県に3温度帯の物流センターを建設した。2017年にはアマゾンと提携した。ありがとうございます。